ご乗車ありがとうございます。この電車は12時15分発の新快速京都方面、湖西線経由の敦賀行きです。大阪を出ますと、新大阪、中槻、京都の順に止まります。まもなく発車いたします。発車後しばらくの間、電車が左右に揺れますのでご注意ください。次は新大阪に止まります。新快速京都方面、湖西線経由敦賀行き発車いたします。どうにご注意ください。新大阪です。お忘れ物のないように。
ご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。どうにご注意ください。
を発車の際には電車が左右に出ますのでご注意ください。地元と山崎方面ご電車ご利用のお客様は来ましたは中央の1・2番乗りまでお待ちください。高槻を出ますと京都に停まります。どうからも手を離してお待ちください。高槻です。乗り降りの際、足元にご注意ください。次は京都に止まります。新快速発車です。どうぞご注意ください。
らは2番乗り場に行きます。到着と発車の際には電車が左右に揺れますので、同じお客様はご注意ください。乗り換えのご案内いたします。 JR 線富士木津奈良方面は8番から10番乗り場へお越しください。佐賀の山陰線西岡亀岡方面は31番から33番乗り場。新幹線ご利用のお客様は新幹線乗り換え口へお越しください。近鉄線地下鉄線は改札口を出られましてお乗り換えです。なお湖西線の普通電車ご利用のお客様はこの電車で大月橋までお越しください。大月橋で普通電車お見舞い区域に連絡しています。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都、京都です。2番乗り場に着きます。出口は右側です。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。まもなく京都です。
山品です。ご先生大月大型の方面と前半戦チャレンジャーを乗り換えます。ご先生大月大型の方面東大地は大見舞いご行きます。着きました大地ホーム3番乗り場でお待ちください。山品の次は大津に止まります。今日から手を離してお待ちください。
運管車載が通勤発車です。どうぞご注意ください。感謝祭が通勤発車ですね。どうぞご注意ください。
Thank you.